非常に大きな特徴がですね、ベトナムが国際的なサプライチェーンに組み込まれてきたということであろうと思います。でその大きな特徴をですね、見るには貿易のトレンドを見ると分かりやすいんですけれども、これまでベトナムは原油とか魚介類とか家具等がですね、伝統的な輸出産品であったわけですね。でそれが徐々に、コンピューター、携帯電話、あるいは電気電子部品といったものに増えてきました。でそれが、中国、韓国、あるいは日本から輸入をして、アメリカ、中国、ヨーロッパ、あるいは日本、韓国に輸出をしていくという構造に変わってきています。でこうした製品はまさに、国際的な分業がないと成り立たないわけですね。でそうした製品が増えてきたということは、ベトナムが国際的なサプライチェーンの非常に重要なハブになっているということであろうと思います。でこうした部品を作っているブランド、メーカーがですね、やはり外資系企業ということなんですね。ですので外国企業がベトナムに入ってきて、ここで国際的なサプライチェーンが必要な製品を作って、また世界に輸出をしていくという構造に変わってきたということが言えると思います。3点申し上げます。まず第1が、まさにこの今回のですね、部品調達展示商談会であります。2004年からハノイとホーチミンで交互に開催してきて、今回が通算20回目になります。で日本企業の調達率を上げるための試みとして一番大きな取り組みと言っていいと思います。で2つ目はですね、もう少し小さなオンラインの商談会でありますが、今年の3月にものづくりビジネスマッチング in ハノイというのを開催しております。製造業を中心とした日系企業40社が参加をして、日系製造業の技術あるいは設備等を求めるですね、ベトナム企業30社と、あるいはベトナムにいらっしゃる外資系企業9社との商談をアレンジいたしております。で3つ目が、JETRO がですね、基本的な情報提供としてサプライヤーのリストを整備をしております。日系企業にとってサプライヤーとなりうるですね、可能性の高い優良なベトナム企業を集めたベトナム優良企業ダイレクトリーというのを発行しておりますし、また在ベトナムに、在ベトナムのですね、日本企業あるいは外国企業のサプライヤーリストも整備をして、まさに取引の基礎的な情報になるような、そういった情報提供をしております。何点か申し上げます。まずですね、過去から振り返ると、この展示商談会に出展しているベトナム企業がですね、これまでできること、できる加工あるいは製造サービスについてですね、非常に幅が広がってきたということが第一に言えると思います。我々が調べたところですね、2019年のそういう企業ができる分野はですね、2013年に比べると2倍に増えてきたということですね。でもう一つは、今年我々が新しい取り組みとして2つ実施いたします。1つは商談の精度の向上ですね。事前に日本企業とベトナム企業の商談をアレンジをして、制約が上がるようにスケジュールをあらかじめ組んでいくといったことが1つです。でもう1つはオンラインでもオフラインでも対応できるような商談会の準備をしてきたということですね。で特にオンラインになってくると、これはベトナムの国内に限らず日本からもあるいは周辺の国からも参加できるという意味では、非常に地域の垣根が取っ払われるということであります。はい、まさにコロナの影響が大きく出たということなんですけれども、これからですね、日本もベトナムもまさにオンラインの商談が当たり前になってくるということです。でオンラインでいかに有効な商談ができるかというのが鍵になってまいります。で例えば動画を有効活用するということが考えられます。製品とかサービスだけじゃなくてですね、あるいは工場の中の動画を紹介することで信頼を勝ち取るといったことも必要になってくると思います。で、リアルな商談と同じあるいはそれ以上の準備がこれからは必要になってくるんじゃないかということですね。で、オンライン化ということは誰にでも参加しやすくなった、地域の枠を超えて
競争相手が増えるということですので、より一層のですね、準備が必要になってくると思います。で、ベトナム企業に対するアドバイスとしてはですね、まあ、基本的なことではあるんですけれども、やはり日時、スタートの場所、相手との準備、そういったものをですね、しっかり行っていただきたいと思います。で、日本企業からのフォローのメールが届くと思います。で、それに対してしっかりタイミングよく返信をして具体的な商談に進めていただきたいということですね。まだこの辺がですね、ちょっと不安定な企業が参見されます。ぜひますますですね、オンラインで商談を行っていくことが当たり前になってきます。ですので、ここはしっかりビジネスとして結びつけていただきたいと思っております。ジェトロはですね、今回の展示会のような場の提供というのを繰り返し行っておりますけれども、それと同じくらい重要な活動としてですね、情報提供が挙げられます。ジェトロは申し上げたように、サプライヤーの情報をまとめた、有料企業ダイレクトリーというのを発行して、インターネットで公開をして、随時更新をしております。で、日本企業がですね、何を求めているのかというのを正確にお示しをする。で、それに対してどういう企業がどういう技術を持っているのかということも情報提供する。それによってですね、こうした場を設けたときにより正確に、より頻繁にですね、商談が行われて制約が上がっていくだろうということであります。ですので、こういう場の提供と情報提供、両方必要であろうと。ですね、まあ、ビジネスのチャンスということですね。まずその日本という日本企業あるいは日本というブランドがですね、非常にまだ依然として大きいということが魅力であろうと思います。つまり日本企業が出す製品、日本企業が提供するサービスがは信頼のおけるものであるということが一つですけれども、例えば日本の商社が扱う製品もですね、やはりそこでしっかり検査を受けてメンテナンスもしっかりされていて、アフターサービスもしっかり提供されるという、そういう信頼があるわけですね。ですので、日本の信頼をしっかりとベトナム企業にアピールしていただく、ここがまず大きなビジネスチャンスであろうと思います。それとベトナム企業にとってのビジネスチャンスとしてはですね、今日本企業はこれまで以上にベトナム国内で良い品質の原材料部品を求めているということですね。コロナによってサプライチェーンが寸断されたわけでありますから、これまで以上に現地調達率の上昇というのが急務となっています。したがってこれはベトナムの企業にとっては大きなチャンスであろうということですね。で、日本企業の中にはですね、ベトナム企業を育てて自らのサプライヤーのリストの中に含めていくという活動をしている企業もあります。従いまして、ベトナム日本双方にとってビジネスチャンスが広がっているというのが現状であろうと。